人類には不可能な猟奇的殺人を繰り返すアンノウンに対し、警視庁は未確認生命体対策班を設立し調査を行っていた。ある夜、今日のようなアンノウンが現れ猟奇的な殺人を行う。通報を聞いて駆けつけた G3 氷川誠だったが、アンノウンの恐るべき力に圧倒され、 G3 は機能停止寸前にまで追い込まれる。絶対的な危機の中、彼が見たものは闇の中で金色色に輝く謎の戦士だった。安心。